はい、どうも、こんにちは、りょうせです。今ちょっと急遽動画撮ってます。うん。で、何があったかっていうと、ちょっと前置きをちょっと説明させてください。もうちょっとね、笑えないことが起きました、本当に。こうマジで、俺は本当に笑えない。まあ言いますね。何があったかというと、まあ簡単に言うと、まあ今あれ、夜でちょっと編集ちょっとやってから寝ようと思ったんですけど、その動画の内容が、決意表明みたいな動画だったんですよ。ありのままの自分で頑張ろうみたいな決意表明の動画出したんですよ。簡単に言うとね、筋トレしながら。ちょっとね、今までないような格好、そのボクサーパンツ履いて上下脱いだ状態で筋トレしたんですけど、その動画を今編集しようとしたんですよ。そしたらマジで笑えないんですけど、完全にあの心霊動画なんですよね、うん、で正直言って、明らかに俺じゃないやつの声聞こえるんですよ。で、最初聞いた時は、はっと思って、いや、もちろん僕一人なんで、だけど、家の上でやってて、昔からね、なんかそういうなんか霊的現象みたいなのちょいちょいあったんですよ。前もなんかね、違う声が聞こえたりとかあって、嘘だろって思いながら、また何回もそこ聞いたら全く同じの声が入ってるんですよね。やっぱ夜だし、編集してるって感じすげえ怖いじゃないですか。しかも、上で一人やってるからさ、そう考えてもなんか筋トレもできないなって、今後。無理じゃんって思ったんですよ。怖いじゃん。上でやるの。せっかくさ、決意表明で頑張ろうっていう動画に、心霊の声入ってたらどんな気持ち？全然笑えないです、これ。本当にやめてほしい、こういうの。で、ちょっとね、もう、流しますね、実際その音声。うん。ズドン。裸というかパンツだけつけて、もうほぼ脱いだ状態で来ました、うん、でまだブヨブヨなんだけど、まあ、ここから痩せるつもりでやるんで、ダイエット頑張りながら、もう痩せてる状態でトレーニング、痩せるじゃない、脱いでる状態でトレーニングしてたら痩せてるのも分かりやすいなと思って脱いでやることにしました、うん、で下は今あれボクサーパンツつけてます。ちょっと見せます、うん、はい、で今まあ聞いてもらった通り分かると思うんですけど、僕が一応何回も聞いた感じだとパンツ平気って言ってると思うんですよね。確かにその俺今回そのボクサーパンツ初めて履いて、正直ね、やっぱお腹がまだブーブーだからすごい恥ずかしいんですよ。だから本当にあんま嫌だなっていうか、まだ嫌だけど、そこをさらけ出して、そこからやっぱ痩せていく過程で、そういう体脱いだ状態を見せると大切だなと思って、頑張った気持ちは結構ね、ボクサーパンツをみんなに見せる形で一応撮ったんですよね。で、正直心は確かに平気じゃなかった、ちょっと恥ずかしいし、まだまだなと思ったけど、もう一回ちょっと聞いてみて。で、僕は何回も聞いた感じだと、パンツ平気って聞こえるんですよね。正直もう平気ではないです、僕は。もうで、まあ、みんな何って聞こえるか教えてほしい。うん。とか、それとも風の音なのか。風とかだったら俺まだいい。俺明らかに喋ってるのに聞こえちゃってる、俺は。もう何回も聞いてるせいで。で風とかの方が俺は嬉しい。で、もし例えばさ、これパンツ平気って本当に言ってるするじゃないですか。そしたらさ、完全に会話しようとしてるじゃないですか、僕と。もう怖っ。そう考えたらもうすっげえ怖いじゃん。うん。会話ってあるんか。幽霊と。会話するパターンってもあるのか。これ普通は大体なんかね、あーとか、うーとか、いいとか、あ、違う声聞こえるとかだったら分かるじゃん。これ明らかじゃないですか、これ。パンツ平気みたいな。うん。ちょっとロボットみたいな感じ。パンツ平気みたいな。あ、言ってみれば女性の声って言われた女性なんかな、そしたら。低いしね、高いしね、これ。パンツ平気みたいな。平気はかけて、パンツかどうかわかんないんで、ね、パンツ平気みたいな感じで。うん、あ、もちろんあの時僕しかいないですよ。うん、撮影なんで。うん。でもこれ聞いた時にさ、もう鳥肌バッと立って、編集どころじゃないみたいな。しかも決意表明の頑張ろうって動画なのに、パンツ平気って言われてさ、どういうこと？これ。どうしたらいいの？
全然俺はマジで笑えないですよ、本当に。多分本当人から見たら、いやお前 これぐらいとかさ、なんか全然なんかウケるやんってなるかもしれんけど、俺全然ウケん。普通に怖い、マジで。しかも一人でやってるから、あの上でトレーニングするときすごく怖い、うん。ダイエット本当何があるか分からないと、本当何があるか分からないなと思いました。諦めず頑張るんでお願いします。トレーニングちょっとね、上はちょっと考えます、うん。最近懸垂もさ、ハマってきたわけよ。実は懸垂もハマってきて、結構家の上でね懸垂やること増えてきたんですよ。でそれでね、やろうってな、頑張ろうって思ってきた時にこういう感じなんです、マジで。勘違いになってくれ、お願いします、うん。じゃあまた会いましょう。